静岡市清水区の化学工場周辺の水路などから高濃度の化学物質が検出された問題で、工場側が従業員などの血液検査を行う方針であることが分かりました。有機フッ素化合物 PFAS をめぐっては、静岡市清水区の三井ケマーズフロロプロダクツ清水工場の周辺の水路などから国の暫定目標値を大幅に超える濃度が検出。工場は18日から敷地内の地下水の浄化設備を稼働させました。さらに一連の結果を受け、在籍中の従業員と元従業員を対象に血液検査を行うことが新たに分かりました。工場で使われていた PFAS の一種 PFOA は主に敷地の西側で、2013年まで使用されていたといい、市の調査では工場西側の雨水が通る管から国の暫定目標値の500倍の濃度が検出されています。工場西側の雨水が通る管はこちらのポンプ場につながっています。そして施設内には水を浄化するための層が4つ設置されています。一方、工場近くの美保雨水ポンプ場では排水から国の暫定目標値の最大220倍となる濃度の PFAS が検出されていて、静岡市は高濃度の PFAS を含んだ工場内の地下水が何らかの理由で雨水が通る管に入り込んだとみています。これを受け工場側はポンプ場の浄化設備も22日から稼働させています。一旦ポンプで汲み上げたものを、不純物を沈殿させて次の層で、活性炭を通して戻すといったシステムになっております。浄化装置に備わった粒状の活性炭が PFAS を吸着して取り除くという仕組みです。でそれを稼働することによって、それこそ排水の、ね、濃度の関係がどんなふうに変化してきているのかがまだ数字の上では出てきてませんので、できるだけ抑えてもらう努力をしていってもらうしかないんでね、少しずつできるものを進めていっていただくというのは私どもの要望でもあるし、そうしていただければと思っておりますけど。工場側は今後、工場排水と地下水の浄化設備を増やす予定だということです。